阪急嵐山線。嵐山線は、京都府京都市西京区の桂駅から、嵐山駅までを結ぶ阪急電鉄の鉄道路線。沿線に嵐山などの観光地を控え、行楽客や年末年始の初詣客で賑わう。かつては、嵐山支線と表記した例も見られた。なお、正式な起点は桂駅だが、列車運行場は嵐山駅から、 カツ駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。また紅葉線と同様、停車場間の閉塞信号機は設置されていない。通常は、線内折り返し列車のみの運行で、朝夕は毎時6往復、日中は毎時4往復運行している。運行間隔は、不均一で、朝夕は交互に、約8分と約12分の間隔、日中は交互に、 約13分と約17分の間隔となっている。2009年4月2日より2300系電車に代わり、京都線特急用の6300系電車をリニューアルした4両編成での運行が開始された。行落シーズンの土曜、休日や大文字誤算送り日の日には6両編成が使用されたり、約10分間隔に増発されたりすることがある。 この6両編成は、京都本線用、車両7300系、8300系、8両編成の、内埋め方の2両を切り離し、分割して運用されるほか、後日の臨時直通列車が運行される期間は、新方線の7000系6両編成も、区間運用列車に充当される。主に、春、秋の行楽シーズンに、京都本線と直通する。 臨時列車が運転されている。なお、嵐山線内のホーム有効庁の関係上、各線から嵐山線まで全区間6両編成で運行される。2000年秋までは、春、秋の行楽台や設定時に、梅田嵐山間に直通の臨時急行、佐賀のエクスプレスが運転されていた。車内では、四十着駅の頭文字を取って、バイランを呼ばれていた。 この直通急行は、午前から正午ごろまでに、嵐山行きと、日中から夕方に、梅田行きが設定され、おおむね15分間隔で運転された。嵐山線内は各駅に停車し、京都線内は急行、現在の快速急行と同じ停車駅、長岡天神駅、高槻市駅、茨城市駅、淡路駅、十三駅に停車していた。しかし、 2001年3月24日のダイヤ改正で、高楽ダイヤ設定時に新たにいいことエクスプレスが設定されるなど、京都本線で大規模なダイヤ改正が行われたことに、伴い廃止となった。2001年春には、高楽ダイヤ設定時に、嵐山発桂駅の普通を、長岡天神駅まで延長運転し、長岡天神駅で、 梅田駅の特急に、同一ホームで乗り換えできるダイヤが設定された、折り返し長岡天神、桂間改装され、桂から嵐山駅として運行。しかし、利用自体が芳しくなく、桂駅のすぐ南側にある、正確には構内にある川岡踏切の作動時間が、長く開かずの踏切となり、近隣で激しい交通渋滞を引き起こすことになったため、 以降の降落期では設定されていない。2008年秋には、阪急地震による嵐山遊客キャンペーンの一環として、神戸本線西宮北口駅から京都本線を介して嵐山線に直通する臨時列車が運転された。2009年秋には、河原町、高速神戸、宝塚、今津線経由各駅からの直通列車が、また、同年12月5日6日には、 当時の大阪市営地下鉄坂井筋線との相互直通運転40周年を記念した坂井筋、仙殿火事谷場の直通列車が運転され、大阪市交通局の66軽車両が初めて嵐山線に入線した乗り入れのため同運転時のみ6両編成か。2010年3月14日のダイヤ改正以後は、降落期に定期的に梅田、河原町、 高速神戸、宝塚、今津線経由からの直通列車が運転されることになり、同年春の降楽期より運転されている。同時に、梅田、河原町発着の列車には、快速特急、高速神戸、宝塚発着の列車には、直通特急の種別が新たに設けられた2008年、2009年は、臨時の種別で、直通列車が運転された。また、 2011年5月14日のダイヤ改正以後の降落期には、天下茶屋からの直通特急も運転されている。2011年3月19日からは、6 3 0 0系電車1編成を改装した K トレインが、同年5月8日までの土曜、休日に限り運転された。ダイヤは、前期の2010年春以降のものを使用していた。なお、K トレインは、 同年5月14日のダイヤ改正後は、梅田河原町間で土曜、休日に運転されている。京都伝統が所有していた、鉄道不設免許を譲り受け、京阪電気鉄道傘下の新京阪鉄道が、複線で全線を開業させた。嵐山駅は6面5線構造であったが、当初予想したほどの需要が得られず、開業のわずか2年後には、 伏線の設備を残したまま単線運行になった。線局の悪化で、金属橋出令により不要不急線として、単線化され、現在に至っている。その名残で、路盤や河川柱は、複線分の幅があり、橋内や橋桁が残っている部分もある。ただし、桂駅の京都本線との分岐部は、戦後の校内改造によって、単線分の路盤に削られた。 すべての駅で天神橋筋六丁目駅経由、大阪地下鉄各駅への連絡切符並びに、同堺筋線電化ジャヤ駅経由、南海関西空港駅への連絡切符がそれぞれ購入でき、また年に2度発売されている、高野山一例チケットでも、電化ジャヤ駅経由で、南海高野線への乗車が認められている。さらに2011年5月14日からは、京都本線と接続する。 桂駅のみではあるが、先日の連絡切符よりもさらに割安な、関空アクセス切符も発売している。こちらは発売開始当初から、同ルート経由で設定。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。